クマッパの声だもん。不思議ですわ、雷も雨も止みましたわ。ちょっとやばいよこの飛行機。近くでチェビーたちの声が聞こえたぞな。もし、あいやいやいや、何してるぞな。もし本当に来たぞな。かもしクマッパこそクマンパの別荘へ。別荘って？ここはクマンパのカラオケ練習用のハピタットってわけか。練習が忙しいからよっぽどじゃないと助けに行かないぞな、マシェ。さっきのがそのよっぽどだったんだっての。はい、まあまあ楽しく一緒に歌うぞな、マシェ。ラブリー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 ズーブー、ラブリーラブリーズーブー、ラブリーラブリーズーブー、ラブリーラブリーズーブー。ワン、ツー、手と手を合わせ。ワン、ツー、スリー、フォー、歩いていく。ワン、ツー、スリー、フォー、いつまでも。ワン、ツー、スリー、フォー。
キャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブルズ。はなんといってもスペシャル弁当ですわよ。僕はおにぎりだもんね。私は野菜たっぷりのサンドイッチ。それじゃあ花の丘へレッツゴー。お弁当楽しみだね。おにぎりおにぎり。おいしいよ。私のお弁当も召し上がれ。お、サンキュー。お、アゲハチョウだま。ちょっとパンキー、そんなの追いかけないでおにぎり食べちゃいなよ。おにぎり動く。そんなバカな。え、動いてる。パンキー、おにぎりが動いてるよ。え、動いてる。僕のおにぎり。このおにぎり、忍者アリアマルがいただきでござる。リンゴ味のアリアじゃんか。今度は忍者にハマっちゃってんの。おにぎり返してよアリア。忍者アリアマルでござる。アリアさんたら、この間まではお坊さんにハマっていらしたし。その前は板前さんだったもん。今度は忍者だって。ござるぞ。トーン。わ、逃げた。待ってくださいませ。僕のおにぎり返せ。お待ちください。アリアが消えた。何やってんのパンキー。そこだ。忍法隠れ身の術。そっちだったもん。忍法この葉隠れ。はあ、まあ、本格的じゃん。僕のおにぎり待て。アリアが消えた。どこだもん。そこだ。ここだ。忍法再び隠れ蓑の術。また逆だったもん。もう危なかったもん。おやりになりますわね。よし、そっちが忍者ならこっちだって。ズーブルズまんまる忍者三人衆誕生。なんかかっこいいもん。一度やってみたかったのです。実は私も。おにぎりはどうなってもいいんですか。そうだった、僕のおにぎり返して。そこだ。穴だもん。えっ、うん、あっちだ。忍法組まないと。
雲の糸を破れたり、忍法雲の糸封じ。なかなかやるねアリア。それじゃこっちは忍法。はあ、この嵐。葉っぱ届いてませんけど。それにしても3人とは卑怯なり。こうなれば、忍法あっち向いてほい、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 ほい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 、あっち向いてほい。しまった。さらばでござる。と待て、お待ちなさい忍法影踏み。あれ、何でしょう、私たちにはちょっと無理。そんなこと言わないで助けるでござる。そうだ、こんな時はクマッパを呼ぼう。デロロ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 、クマッパを知っててデロロ。おほほ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 ほ。なんぞお困りですかな、マイシ。あれ、ほっほー、なるほどだ、マイシ。お願い、クマッパ。なんとかしてくださいませ。ピキーン、浮かびました。お答えは、三角くんは四角くんに弱くって、四角くんはマルコちゃんに弱いんだってさ、知ってた？マル、それでバハハーイ。おーい、だからなんだってのよ。もっとわかりやすく教えてよ。わかりました。クマンパさんは丸いものは大丈夫だよとおっしゃってるんですわ。つまり丸いものは飛び降りても大丈夫ってこと？飛び降りるでござるか。それしかないって。勇気をお出しになって。頑張って。僕のおにぎり返すま。途中でいただいたでござる。そんな、ひどいよ。僕のおにぎり、僕のおにぎり。あの方はお姫様だま。誰？はい、
はやめましたのよ。今はアリア姫ですの。アリア姫？キャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブルズ。